風の吹くまま気の向くまま何を見るかは才能目次第。映画バクトの看板書って歩いてみせますキネマの天地。そうヤツの名はザ・シネマドーハスラー41。はい、ということで、時刻は10時1分回りました。 TBS ラジオ第6スタジオから生でお送りしているライムスター歌丸のウィークエンドシャッフル。ここからの時間は毎週サイコロで見に行く映画を決め、今週からダメな映画をこき下ろす際には、では苦言を呈させてもらってもいいかなとサモさんスタイルで、望めば怒られないんじゃないかと思った方、映画評論、無差別映画評論コーナー、ザ・シネマハスラーの時間です。先週ね、矢島評をやった翌日に、富士のね、楽屋というか、そういうところで、ニアミスありましたよね。矢島さんだしね。ものすげえ怖かった。はい、ということで、先週のサイコロで当たった映画はこちら。武士道16、そして書道ガールズ私たちの甲子園、つまり勝手に鳴海莉子2本立てスペシャル。はい、ということでまずは武士道16、本田哲也原作のベストセラー小説を映画化した青春スポーツドラマ。対照的な2人の女子高生が剣道を通して友情を育んでいく姿を描く。片や剣道一筋、片や部活として剣道を楽しむ女子高生をそれぞれ鳴海莉子と北野キーが演じるということです。そしてもう一本、書道ガールズ私たちの甲子園。巨大な紙の上で音楽に合わせてショーをしたためるパフォーマンスがテレビ放映され、反響を呼んだイベント、書道パフォーマンス甲子園、書道パフォーマンス甲子園、その実話に基づくエピソードを映画化した青春ドラマ。ストイックに書を追求する主人公鳴海莉子、同じ書道部の親友を、桜庭菜々美が演じるということです。はい、ということで、久々に勝手に2本立てシネマハスラーなんですけどね、リスナーの皆さんからもメールをいただいているんですが、じゃあちょっと傾向をね、今日2本ありますから、どういう感じかと言いますと、メッセージの量全体的には多いそうです。多いそうです。はい。で、そのメールの2本ありますが、メールの内訳なんですが、2本とも見たという方が5割。半分は2本とも見た。ありがとうございます。すごいですね。武士道16だけ見たという方が4割。書道ガールズだけ見たという方が1割。ね。で、書道ガールズだけ見たという人が少ないのは、公開されたのが先週土曜と。まあ、公開から日にちが浅いためと思われる。ということで、その地方によってこれから公開のところも多いということで。にしてもこれはすごいですね。2本とも見ていただいてありがとうございます。大変だったと思いますが。でね、問題は、そのいただいたメッセージの傾向なんですね。いつもね、大体ある種のこう傾向っていうのがはっきり出るんですが、今回に関してはですね、いいですか、褒めてる人、けなす人、そして褒めてるポイント、けなすポイント、全部が点でバラバラだっていうね、本当に割れてますね。極端に割れてます。両作品とも、例えばですね、泣いた、後味もいいとかですね、とても丁寧な作りで邦画の良心的作品という人がいるかと思えば、これも両作品とも気持ち悪いとかですね、脚本がずさんなど全く正反対の意見が本当に乱れ飛んでる、もう乱れ飛んでるっていう感じですね、本当に。で、強いて傾向を上げるならばということで、両方の作品で主演をした鳴海莉子さんをはじめ、武士道16の北野キーさんとか、書道ガールズの桜庭菜々美さんとか、役者陣の演技はみんな好評だったということなんですが、作品としては本当にね、傾向がバラバラっていうね、これは困りましたよ。でね、まあ、ちょっとじゃあいろいろ紹介していきたいと思うんですが、ラジオネームクララが立った、これね、両方とも泣いたっていうね、意見ですけどね、両方とも泣いたけど書道の方がいいという意見のことです。恥ずかしながらどっちの作品でも泣いてしまいました、というね。で、どちらとも泣いておきながらなんですが、武士道ガールズに比べて、あ、違う、混ざってる書道ガールズに比べて武士道16はちょっとリアルさを感じないというか、そんなこと言わないでしょうというシーンが多く残念でしたみたいな、武士道16はそれセリフで言っちゃダメっていうシーンが多かったです。特に大人のセリフでその傾向が強く、剣道部顧問と発明家父親の発言が不自然で残念でした、で、その点に行くと、その書道ガールズはセリフで説明するようなシーンがなく、決めセリフ的なものも物語の流れの必然性から自然な会話の流れで出てきてすごい良かったですと。言葉でなく場面場面の話の流れで分からせる力が作品にあり見事でした、主役だけでなくその他の部位にも物語を感じて、そこにこの子たちがいるような動いてる映画で、引き込まれましたと、私が見た今年の邦画の中では今のところ書道ガールズがナンバーワンです、おとまで言う人がいるかと思えばと、ですね、ラジオネームキリーロフさん、
この方も両方見た方ですね。なるみ以降についてまずね、間違いなく彼女は映画に愛される資格のある女優だと思います、うん、エキセントリックな演技をオーバーアクトにせず、その映画の性格に的確に合致させることができるというね、はい。今回の2作に共通する要素があり、なるみ以降が演じるキャラクターの、家庭に厳格な父親がいて、その不正が、彼女が剣道や書道に向かう姿勢や態度の源になっていますと。その父親像は過剰とも言えるほど漫画的な設定ですが、ナウル・ミルコの佇まいや演技が父親との関係も説得力を持って見せてくれました、うん、でそれぞれに関して言えば、まず武士道16は、第一印象ボン百のテレビ屋さん映画と違いちゃんと映画してるなということでしたというね、主演2人の醸し出す濃厚な同性感はコンバットレックさんも太鼓判を押されるのではないでしょうか、うん、知りませんけどね。それゆえに残念なところもあります。ナウル・ミルコが北のキーに1本取られて敗北するシーンは、あまり出来が良くないと思いました。あの場面は本編で語られる2人の、むつみ合いの原点とある、イチャイチャし合いのね、うん、むつみ合いっていいですね、うん、いわばそのナルミリコという天才が恋に落ちる瞬間なのだから、もっと映像そのもので説得力を感じさせる演出が必要だったのではとかね、また2人の主役の関係が独特な魅力を放っているだけに、顧問の教師のセリフや剣道を離れたドラマに門切り調を感じてしまうところがあり、そこももったいないと思います。これある意味クララが言ってることと通じるかもしれませんね、うん、でもなかなか魅力的な青春映画でした。で書道ガールズ私たちの甲子園に関してはキャスティングに関しては文句なしですみたいなね、なんだけどこの映画の最大の欠点は一部のギャグやセリフの繰り返しが多すぎということでしょう、うん、飛び散った炭が顔や衣服にビシャーっとかかってしまうギャグ、桜庭ななみの感動したという叫び、同じ部員である書道ボーイズの扱いなどギャグが繰り返してくどいと、みたいなね、いろいろありました。でまぁ、ちょっと文句も述べている、あとはですね、いろいろこれね、皆さん選んであれなんですけどね、ラジオネームトトさん、この方はね両方見て両方ダメね、レベルの低い戦いでしたが、かろうじて武士道16の勝ちということです、共通して良かった点は、旬のアイドル満載で目の保養になる点、主演のナルミリコはやや泥臭い役で周りのアイドルを引き立てていた、北向き、桜庭ななみファンは必見ということです、うん、共通して悪かった点、それぞれの競技の取り方が恐ろしく下手、どちらもクライマックスでその下手さもクライマックスに達する点があまりにもひどい、うん、で武士道16の勝ちにした理由、武士道16は脚本に荒が目立つものの、主演2人の疑似恋愛的な友情を取るというアイドル映画らしい切り口があったし、そこに注力している姿勢が見えたが、書道ガールズは思いついた要素を順番に並べただけではというひどい脚本で、友情、親子問題、地方の不況など書道以外のテーマを多数盛り込んでいるが、書道も含めてそのどれ一つとして語りきれていないっていうね、出演者が吹き替えなしで挑んだ書道パフォーマンスも映画全体として書道の魅力を伝えるエピソードが足りないし、撮り方もひどいためウォーターボーイズ的な盛り上げすらできていない、今回の2本立てはどちらもいまいちだったが、映画の構成要素に共通するものが多く、比較しながら見ることができ面白かったというご意見です。2本立ての意義はあったということですね。あとですね、ちょっとね書道派のあれだな、が劣勢気味だから書道派もちょっとフォローっていうぐらいね、本当に両方分かれてる。書道派ちょっと言っとこうかな。ですね、この方は武士道16はまだ見てないんだ。うん、で書道ガールズ傑作ですっていうの、これごめんなさい名前もか、北本ハスナーさん31歳、会社員の方です。ですね、なるみりこちゃんの演技はもちろん良いですが、脇を固める山下りおちゃん、桜庭ななみちゃん、高畑、これなんていうの、みつきちゃんか、たちの演技というか表情も良い、少女にとっての一番良い瞬間がフィルムに残されました。その中でもなるみりこちゃんの演技は薄美でしたが、邦画の最後の両親ではないでしょうか、なんていうことまでおっしゃってたりとか、あとはですね、これもこんな意見もある。武士道16に関して、原作との比較で語られている方、ですね、ラジオネーム角替さん23歳男性、でこの方は武士道16しかだけ見ていると、で原作を読んでいる、で、要するに原作と比較してですね、だいぶ変わってしまっているということですね。ちょっとね、いろいろ細かく書いてくれているんですけど、要するに、北野木が演じる早苗のキャラクターがですね、要するに弱いのに練習はサボり、でも伊勢山の力で、なんだこれ、インターハイには行きたいという最悪な人になっちゃってると。原因は原作にある早苗はもともと日舞をやっていたが、親の離婚で続けられなくなり剣道に転向したという設定が丸ごとなくなっていることだと思いますというね、なので、いろいろあってですね、その脚本にもクレジットされる監督にすごく嫌悪感を持ちましたとまで言ってる。原作を読んでいるなら、早苗に練習サボっちゃった、剣道つまんないとは絶対に言わせないはずです、試合中に話しかけたり練習中にだべってたり、多分監督は汗を流して何かをやってる人たちのことを苦手にしているというか、バカにしていると思いますとまで言っちゃってね。でもまあとにかく北野キーのキャラクターが、お前真剣じゃねえだろうというキャラクターに変わっちゃってるというあたりを指摘されているわけですね。とかですね、あとは学ぶ木本さんは、書道これ両方見てですね、すごく褒められているということですかね。書道を特に褒められてたりするのかな、はい。あとですね、リトルハニードーナツさんなんですけどね、このね、これは面白いですよ。好きな女優とかいるのと聞かれて、満島ひかりと答えるとほうと言われるのに、なるみりこと答えると
へえ、かっこ笑みたいな、うん、と言われるのです、うん、両方とも好きなのでこの対応にはどういうこととか言ってみたりもしますが、理由はなんとなくわかります。書くと長くなるから点点点で、まあ端的に言えば満島さんの演技はすごいけど成美さんのはそうでもないとかそう言いたいんだろみたいな。要するに満島ね、どっちも若手のイケてる売れっ子俳優なんだけど、それに対して成美さんはちょっと過小評価されてんじゃないかという意見ね、うん、彼女がかつて言われた天才若手女優という肩書きは演技の天才という意味ではなく、単に天才役とかエリート役向き女優ということで、今回の2作が両方とも似たようなポジションなのもそのせいで、要は幅のない女優とかそう言いたいんだろ、そんなメールがたくさん来てんだろと誰に怒ってるのかよくわかんない妙なテンションで申し訳ない、そんなメール来てないですということで、ファンなので、成美子さんファンなので両方さんですが、両方とも共通して部活シーンが弱いという弱点があるみたいな指摘もされております。はい、ということでね、こんだけ割れた時はねやりづれーなー、逆にハスリング。はい、じゃあ早速行ってみましょうか。久々の2本立て柱です。勝手にっちゃ勝手になんですが、やってみるとやっぱり僕も面白かったです。やっぱり何が面白かったかというと、まずは単純にその主演映画が2本ほぼ同時に公開されてるっていう、その成美子さんね、これも取り上げなかなか特殊な事態なわけですよ。そのだけ売れっ子っていうことは、去年で言うとその例えば山形スクリームとか、あと罪とか罰とかはね、そういう流れもあったりして、なんかこの流れとなんかこう実質的に、確かに先ほど名前も出てましたけど、満島ひかりさんと並ぶ売れっ子若手映画女優、実質的にそうなわけです。こんだけ売れて、でそのまさに先ほどおっしゃってたね、その満島ひかりさんはそのなんて特に映画好きとかからさ、なるわさすがさすがってやっぱり僕も大好きですけど、すごいと思いますが、顔の底からこんにちはもね見てきましたけど、なんですか、満島ひかりさん的なそのなんていうのかな、わかりやすいうまさとはちょっと違うね、成美子さんの場合はなんていうか、どっちかというとその存在感っていうかね、どういう存在感というと、ドスンとした存在感っていうかね、うん、でその美少女なんだけど、本来美少女であるはずなんだけど、美少女っていう面よりドスンとしてるっていう方のが立つっていうか、その存在感の方が先に立つっていうか、ポイントは眉毛と目だと思うんですけどね。はい、眉毛がこうちょっとこう非常に特徴的な太めの眉毛で、それがすごくギュッと怒り目になってたり困り目になったりする、つまり仏頂面か困り顔かっていうところで、でそれが不愛想なんだけど、その目も相まって愛嬌があるというか、逆に言えば愛嬌があるけど不愛想っていうか、でこれって実はコメディ向きっていう感じがするんですよね、うんうん、の顔してるっていうか、まあとにかくちょっとこうなんていうんですかね、美少女女優なんだけど、どっちかというと変わった印象っていうか、変わった人だなっていう印象を強く残すタイプの女優さんで、まあ何せよ注目の女優さんで、その成美子が主演の2本がよりによって、どちらも丸々道ね、まあ剣道であり書道が題材の、そのまあ大きくざっくり言って青春もの、まあ、細かく言って実はこの2作はその、扱い方がちょっと違うんですが、まあ青春ものだと、要するに似たような2本が同時公開されてるんだと、これはもう比べてみるしかねえだろうと。で実際見比べてみると、先ほど指摘もされてましたが、本当に見比べてみるとはっきりもう一目瞭然、成美子さんのその役回り含めて非常に共通項が多い2作ではあると。でまずその成美子さんが演じるキャラっていうのが、これ改めて整理しとけば、要はその丸々道の非常に厳格な、指導者である父というのがいて、でその父の、父親の強い影響下で、その主人公の成美子を演じる役は丸々道に非常に真剣に打ち込んでいるんですが、そのあまりに、まあ、ある種頑固な丸々道原理主義者的にもなってしまっていて、で、まあ、周囲というか世間からは浮いてしまっているという、まあ、キャラクターで、まあ、それが武士道16の方はそれがやや極端にデフォルメされているとか、っていうバランスの問題だって、このキャラクターの位置づけというのは基本的に同じ方向だと。で、でこれはやっぱりですね、さっき言ったような前述したような、成美子の成美子性ゆえというかですね、さっき言ったなんていうんですか、不愛想なんだけど愛嬌がある、愛嬌がける不愛想、なんかちょっとこう仏頂面キャラというかですね。でインタビューとか読んでも、実際こういう感じのキャラなんじゃないか思わせるっていうか、ちょっとこう堅くななまでに打ち込む、で他の部分には割と無頓着っていうか、ちょっとこうそういう不愛想キャラ、これ実物もそうなっぽいなっていうふうに思えてくるっていうところがあって、まあ早熟なね、女優さんであるがゆえなのかもしれませんけど、なのでまあこういうキャラをこうキャスティングされるのもすごく無べなるかなという感じなんですけどね。でまあその丸々堂に堅くなになってしまっているそのキャラクターが成長してね、でその父の抑圧からも解放され、自らその丸々堂を真に楽しむ、ようになるという、まあどちらもそういう話であると言えますよね。であとはその細かい話で言えば、役柄とかその比重みたいな全く違うけど、どちらにも山下理央さんが出てますよとかっていう共通点もありますと、うん、でなおかつこれちょっとやや結論めいたことになってしまいますが、
どちらもですね、それぞれも違った意味、違った方法論で良心的に作られた映画というか、良心的に作ろうとした映画ではあると思うんですよ、きっとね。なんですが、そういうことを良心的なんだろうなと思うことにはやぶさかではないんですが、最終的にどちらもある一点において大変大きな不満を感じさせてしまう、そして逆算的になんか作品全体がなんかうーんってなってしまうという点が残念ながら共通しているという僕は結論ですね。ちょっとそれぞれ具体的に見ていきますけど、まあちょっと僕の見た順番からいきましょう。初動ガールズ武士道16という流れで見たので、まずは初動ガールズ、まず入っておりました。こちらは要するにですね、あの元はですね、実話っていうかズームインスーパー、まあとにかくあの日テレのあの、ニュース番組の中のなんていうか、その報道というか報道企画というんですかね、ズームインスーパー、うん、ズームインスーパーの企画初の、まあ、その映画化ということですね。実際にこの書道、パフォーマンスの甲子園みたいなのを実際にその町おこしのためにやった子たちがいてみたいなところから始まってる映画なんですけど、まあ要するに映画として言うならば、まあ要は頑張れベアーズ型、まあ、いわゆる弱小チーム再建ものですよね、ベースになってるのはね。で、まあ、その、頑張れベアーズね、あの、この、なんだ、シネマハザードでも何度も名前出してますけど、あの、一応、皆さん、ちゃんと見といてくださいね。いろんなものの基本に、例えば、あの、音楽にクラシックを、既成のクラシックを使って、そのちょっとコミカルなあれとの落差を出すみたいな、あの、演出の仕方とかも、あの、すでにここにもう原型がありますので、あの、頑張れベアーズ型というところで頑張れベアーズ、ぜひ見といていただきたいんですが、特にウォーターボーイズ以降、日本でも定期的にね、このパターン繰り返し、特に作られるようになった感じがしますね。ただ、まあ、その、僕はちょっとそのウォーターボーイズ、矢口監督全体を評価してないというわけじゃなくて、その、みんな大好きウォーターボーイズを僕はあまり評価していないんですが、そのウォーターボーイズ含め、その頑張れベアーズ型のストーリーテリングっていうのはこう定番的な抑えどころがあるんですが、抑えるべき勘どころがあるんですが、その勘どころをちゃんと抑え切ったものは実は少ないと思います。日本でいろいろ使えているその方のもので、ではこの初動ガールズはどうなのかということなんですけど、まずですね、こういう場合大事なのは、その例えば主人公以外のその周囲のキャラクターの描き込み、描き分けっていうことですね。これがあってこそ、その後のクライマックスとかで出てくるチームプレイっていうのがまあ生きるわけですよ。で、今回のその初動ガールズに関して言えば、それぞれのキャラクターの描き分けということに関して言うとね、これはだからね、賛否が分かれるところだと思うんだけど、類型的っちゃ類型的だけど、僕はね、その類型的なんだけど、キャスティングの的確さとかで、その割り振られた人たちのそれぞれの公演ぶりも相まって、それぞれがそれの描き分けに関して言えばちゃんと生きたキャラクターに、僕はこれ書道の方はそこはできていると思いました。例えば鳴海優子さんね、そのさっき言った武士道ほど、16のあのキャラクターほど極端じゃない、まあ言ってみれば現実レベルの頑固な女の子で、なんかそのバランスとかがね、あの、なんていうかな、難しいバランスだと思うんですけどね、よくできてると思いました。お父さんに怒られて廊下で舌を出す時の表情とか、なんか良かったですよ。もうあの一発で僕、あの、アイドル映画としては合格っていう、で、アイドル映画としてはっていう意味では、まあ、なるみりこキャラをその立たせる妖精キャラとして、あの、桜庭奈々美さんね、サマーウォーズの、先輩役ね、キャスティングされてましたけど、まあ、言ってみればですね、これ言い方非常に語弊がありますけど、中リーサ的、抜けのいいバカキャラっていうか、要するに、中リーサさんが演じててもハマりそうなっていうか、その意味で言うと、細田守監督の女の子の好みというのが非常によくわかるっていう、逆説的にこの初動ガールズを見ると、細田監督の女の子の好みがよくわかる。桜庭奈々美さん、ああいうバカキャラっていうのでもね、魅力あるところに持っていくのは結構難しいと思いますからね、これすごく良かったと思います。とかですね。でもね、まあ、その二人もいいんですが、今アイドル映画として言っていますけど、実は初動ガールズで僕が一番、作品としての魅力に一番大きく貢献していると僕が思うのは、なんといっても僕、金子信明さんだと思います。先生役。要はですね、この、頑張れベアーズの役柄、頑張れベアーズ型の物語の中で、その、どういう役割かというと、要はその、かつてすごく、活躍した非常に才能がある人なんだけど、今は理由があってやさぐれているという指導者ですよね。要するに頑張れベアーズでいうとウォルター・マッソ、なんでしょうね、他でいうと、プリティーリーグのトム・ハンクスね、
フラガールの松雪泰子さんね、こういうちょっとやさぐれて才能あるけど今はやさぐれてる、でその人が、の一見この型破りな指導っていうのを通して、その弱小チームは本当に実力もつけるし、その、そのなんかその題材となっているジャンルに対する真の理解も深めるし、同時にそのやさぐれてたその指導者自身も何らかの成長をするという、まあこの頑張れベアーズ型の話の中で非常に大事な役回りでということですね。ちなみに僕ウォーターボーイズは評価しないって言ってるのは、そこの役回りと見せ方がいい加減すぎるからっていうことなんですけど、でその金子信明さん、あのライズっていうロックバンドのね、ドラマーの人で、で俳優としてもこのシネマハスラーで扱った中だとクローズゼロね、出てましたね、なんですけど、まあそんな人だけに、まあ言ってみればまあなんていうの、今日かっこいいさ、かっこいい若いチンピラなわけじゃないですか。そんな人が先生に見えんのかっていうね、書道の顧問に見えんのかっていうふうに、まあ当然思ったんですけど、これがね、要するにその非常にもちろんチンピラっぽさはもちろん出してるんですけど、その中に実はちゃんと芯のあるやさぐれ感といいますか、その真面目さゆえの不良性みたいなのがきちんとこの人、多分この人真面目なんですよね、多分ね、なんかちゃんと表現されてる、と思いました。僕この金子信明さんの先生のあのバランスというか佇まい、すごく難しい役だと思うんですけど、現実感あるように見せるのは非常にいいバランス演じてるなと思ったんですね。まあただ細かい話をすれば、この先生に関して、この先生がいつもそのなんか携帯ゲームをやっているわけですね、うんうん、でそのゲームっていうのが何、現実逃避の手段、つまりそのいずれ卒業すべきものみたいなものとしてゲームを小道具として使ってるわけです。さあ、いい加減そういうゲーム感やめねいつの時代のどんなゲームかもよくわかんねえし、なんかそういうのだけでも、あ、はい、またよくわかってない人のステレオタイプねっていうね、感じしちゃうんで、そこはちょっと正直僕は非常に嫌だなと思ったところではあるんですけど、まあそこは許してあげようよ、そんなところじゃないんで本日はね、はい、でまあともあれですね、この書道ガールズではその鳴海理工のそのねとか、その周辺だけじゃなくて、その抑圧してたお父さんの成長まで促すという非常に超重要人物で、非常に下手すると嘘くさくもなるキャラクターを、なんていうんですかね、ちょっと力技っていうかね、力技的なところも含めてよく演じたというか、なりきってるというか、思いました。僕はこの映画の金子信明さんは素晴らしいと思います。いい役者さんだと思いました。あと例えばそのこれもね、賛否ちょっと分かれたところなんですけど、人間のキャラだけではなくて、その舞台となる土地のキャラっていうのも、この書道ガールズは、まあ、その元がねその実際の話だからってもあるんだけど、ちゃんと一応実在感を持って描こうとしているっていうのも僕は好感ポイントでした。描ききれてるとは言わないが、すごく大事などこでどのような場所で、っていうあたり、まあそのいわゆるシャッター商店街というかね、不況の街っていうのを舞台、まあそこの見せ方ちょっとベタベタっていうか、ちょっと説明的すぎるかなと思ったけど、その紙工場があって、その煙突の見える街だっていう、そこをそのなんていうかな、物語上のキーにしたっていうのは、映画で見せる上ではすごくいいなと思いましたけどね、煙突だっていうのはね、そこの実際の見せ方がうまいかどうか置いといて、うん、でということでね、今僕がチラチラ言ってるように、物手を挙げて全面支持というわけではもちろんないんです。例えばキャラクターの過去をなんかフラッシュバックで見せるみたいな、説明的なフラッシュバックで見せるみたいな、あんまりスマートとは言えないなとか、あとはそうですね、そのキャラクターの掘り下げって意味ではいいんだろうけど、山下リオちゃんがですね、そのバイト先でシフトをなんとかみたいな話、キャラクターの掘り下げとしてはいいんだろうけど、やっぱりストーリー上はその説明場面だよね、これただのね、みたいな、とかそういうスマートじゃないなっていう部分もそうだし、あとは例えばね、おじいさんがですね、紙職人のおじいさんがその藩士を、おじいちゃんさ、紙って別に腐っちゃうもんじゃないんだから焼くことないじゃんっていうね、っていうか それはいいとしても、工場焼けちゃった後でどうやって大会用のでかい藩士作ったのっていうね、そういうね、まあそういうあたりはあれだし、まあそういうまあもろもろね、言いたいことあるんです。だからもともと全面支持というつもりは全くないですが、ただそのいろんな要素をちゃんと良心的にやろうとしてるんだろうっていうのが伝わってくるので、僕は基本的には好感を持ちながら見てたんですが、それがですね、音を立てて崩れ立てしまったのがクライマックスですね。クライマックスでその書道パフォーマンス甲子園っていうのが始まるんですけど、その始まった途端にですね、止めどなく今まで実は気にしないようにしてた違和感が止めどなく溢れてきちゃうっていう感じですね。大きく分けて僕ここね、その理由は2つあると思います。1つ目はこれちょっと多分にですね、非常に個人的な趣味の問題でもあるので、
まあなんならそういうものとして聞き流していただいても構わないですよっていう話なんですけど、ちょっと身も蓋もないこと言いますよ僕ね。この書道パフォーマンスっていう、まあ要はよさこいソーラン的なね、うん、その出し物ですよね。その要するにその伝統文化と今時の若者ノリのなんか折衷で村おこしで盛り上がればいいじゃんみたいのが僕はそもそも生理的に苦手ですっていう、うわー俺こういうの嫌いだっていうのが始まっちゃって頭抱えたっていうのがまず一つにはあるんですね。ただね、僕がこれ今これ単なる僕の好き嫌いの問題だっていうことを言いましたけど、実はそれだけが問題じゃないと思うんです。つまりそういう個々人の見る人それぞれの好みの違いっていうのをあんまり想定してないっていうか、つまり少なくとも作品的映画的にその好みの違いを超えてこれはいいものですよと説得するような作りが用意されていないっていうのは確かなんですね。つまりこういうものは良いものですよねっていうのが無条件の前提であるかのように提示されてるわけですよ。これがね、例えば野球とかだね、そういうものだったら別に無理してそこでこう野球というのは勝つ方がいいですよねなんてコンセンサスは取らない必要ないわけです。僕らはでもこれ見ててその書道パフォーマンスがまずいいかどうかって好みの問題もあれば、その中で何をもって良しとするのかっていうのが分かんないまま見るわけですよね。でもそこに対する説得みたいなことを全くしようとしてないわけです。これを見ればみんないいものと思いますよねって提示してるわけですよね。で、実はこれはですね、その2つ目、僕は大きく分けて理由2つって言いましたけど、2つ目の理由ともちょっとつながっていくんですけど、そのクライマックスで始まる書道パフォーマンスっていうのはね、これずっと劇中で登場人物たちがいろいろまあ吸ったもんだして、まあ言ってみれば努力してるわけですよね。努力とかその挫折とかいろんなことしてるわけですけど、それまで劇中でやってたことと違くないこれっていう、それまでこの練習してた、この件の練習してたっけっていう感じがしちゃうわけですよ。でね、その例えば踊り出したりさ、なんか絵描いたりしてるわけですよ。そんなことしてないでしょと、その訓練してねえじゃん。で主人公チームだけはね、ひょっとしたらその地味に字を書くのかなと、なんかそういう前振りでなのかなと思ったっけど、私たちだけ地味だよみたいな。そしたらでもちゃんとやっぱり踊り出したり、いきなり色付きのあれで絵描き出したりするから、なんで同じじゃねえかと。やっぱり振り付けもあるし絵も描いたりする。だったらその練習も必要だろう。つまりダンス、例えばね、ダンスはダンスで先生がいるわけじゃね本当は。でダンスはいらないって言うんだったらそれ何かを舐めてるよね。で俺そのね、ダンスは自分たちで考えました、でよしっていうところにある種そのさっき言ったよさこいソーラン節的な何かに対する何かが感じたりするんですよね。でね、まあ、とにかくそうやっていきなりね、要するにそれまでそれを見たことない人にとっては非常にかなり特殊な出し物である書道パフォーマンスなるものが始まってしまうわけで、それまで劇中で見せてないんですから、そういうものだっていうことを。あれ、そもそもこの主人公たちは何のために何に向けて努力してたんだっけっていう、単純にその見てるものを良いものとして応援しづらくなってきてしまうんですね、そこで。でね、例えばね、主人公たちが最初に書道パフォーマンスやろうよってなるきっかけとして、きっかけはその金子信明さん演じるその教師がなんかこうやるんだけど、ただあれとそのクライマックスで演じられてるものはだいぶまた開きがありますよね。ただ字を書いてるだけっていうのと、音楽をかけて字を書くっていうのと、踊ったりなんとか絵描いたりするのは同じものと見えないし、せめて例えばね、テレビで他の地方校がそれをやってるのを見るとかで、それがあればその、書道パフォーマンス甲子園やりますよって時に他校の参加を当てにするっていうのも理屈が通るんですけど、そういうのがないとさ、いきなりそれ出されてもさっていう感じがするわけ。つまり要するにこの映画クライマックスに至るまでですね、書道と書道パフォーマンスっていうものをひょっとしたらわざとかもしれませんけど、あえて同じものとして混同して扱ってるわけですね。でも少なくとも映画で見る上ではそれは明らかに違うものじゃんっていうことなんですよね。書道と書道パフォーマンスは違うじゃねえかっていうことですよ。でね、じゃあその書道パフォーマンスのクライマックスとして見るならどうかっていうと、その描写もなんだかなぁなのですね。まず、まあ、これはちょっとさまつなことですけど、途中の参加校の BGM が学園天国ってさ、それウォーターボーイズのイメージ強すぎるし、つまりその素人の2番線時間がこれでさらに強まっちゃってるっていうね。まあまあいいよ、じゃあそれはいいとしてもさ、その主人公チームさえ良きゃいいんだけど、まあそれもなんだかななわけですよ。もうなんか筆で絵描くのとかやめなよっていう感じだし、正直。でそのクライマックスでですね、まあ、ちょっとネタバレになっちゃうけど言いますけどね、鳴海莉子がその、描いてる時に、肝心な時に足を滑らす、ああ失敗かね、でも諦めちゃダメだっていう場面になるんですけど、そこで
今までかかってた BGM まで止まるんですよね。もうこの時点ですでにもう現実味ないですしね、なんで勝手に BGM 勝手に止まってんだよと、うん、でそしたらね、その BGM が止まるっていうのが要するにあくまで映画を見てる観客にしか作用しない演出なのかと思いきや、どうやら会場でも止まってるっていうことらしい。その証拠に客席がですね、それをフォローするかのごとく、その かかってたアンジェラ・アキのその手紙っていう曲をやおらこう歌って合唱で応援するっていう、そのまず応援の仕方として不自然だし、さっき言ったそのなんていうの、失敗の状況としても不自然だし、なおかつそのアンジェラ・アキの手紙を合唱することがその絵面としてですね、無条件の良きこととして見せるこの感覚が気持ち悪いっていうね、俺はね。で結局ね、そのなんでそう思うかっていうと、僕は気持ち悪いとこまで思っちゃうかっていうと、このなんかその初動パフォーマンス甲子園っていうのが、この少なくとも劇中で何をもって誰が勝ち負けを決めるものなのかっていうのは不明なままなんですね。いや勝ち負けじゃないっていうんだったら甲子園なんて目打つのはおかしいしさ、うん、ただのパフォーマンスいいじゃんっていうことになっちゃうし、何なんだよこれはっていう、審査員すらね別に出てこないですよね、なんかね。でさ、で思うにね、俺は一体この子たちの何を応援してたんだっけ、そもそもなんだっけと思うと、そもそも発端は部員がまた減ったってところが始まるわけですね。つまり、部の雰囲気が悪いっていう件と同時に、やっぱりその世間的に書道の良さっていうのが特にその若者とかには知られていない問題っていうのがあったわけでしょ、なんだけど要するにこの映画っていうのはですね、この映画全体について結局その書道の良さっていうのを少なくとも映画的に伝えるという方向に行かないんですよね。何が書道のいいところ、何が良くて何が良し悪しなのかっていうとこを映画的に伝えてくれない、非常にまあ難しいんだと思います、その書道ってだから難しい題材なんだからさ。あえて言えば金子信明さんのその先生のセリフでやっぱ説明されるのみなんですね。だからせっかく出演者たちが一生懸命吹き替えなしでその書を書いているというのに、書道そのものというよりは結局みんなで頑張りましたっていうところにしか着地してないわけですよ。だからあの冒頭部分でその鳴海莉子さんのキャラクターが言うね、書道っていうのは子だっていうのは、僕はこれ見てって最初から始まった、あ、なるほどなと思ったし、これはすごくいいと思った。つまりそのみんなは知らないかもしれない書道の良さ、みんなは書道ってこういうもんだ、つまらないと思ってるかもしれないが、書道はここがこうこんなに素晴らしいんだ、要は書道とは何かっていう本質論をちゃんと伝えてこそ、その後のクライマックスの感動に行くと思ってるから、その書道とはこうなんだっていう話からしたの、ああなるほどって思ったんですけど、そこはいつの間にかうやむやになってしまったまま、みんなで頑張ればよしで終わっちゃってるわけ。せめてラストはみんなでよかった頑張ったので終わりじゃなくて、子としてのね、個人であり孤独でありの書道、本来の王道の書道に戻るっていうところに着地しないと、なんだけど部員は増えてるとかっていうところに着地しないと、現状の終わり方はただ青春の1ページが作れてよかったねっていうだけに見えちゃうわけですよ。そうするとそれはもうほったんと話が変わっちゃってるよと、ということで、途中まではなかなか好感持てて見えたものがですね、クライマックスから一気に、クライマックスから、ああそういえばこうあそこもあそこもあそこも全部いい加減だったな、逆算的になんか評価が下がっちゃったっていう感じの感じですね。そういう意味で欲しいとは思うんですが、どうすればよかったかって分かりませんけど、やっぱり書道と書道パフォーマンスっていうものをちゃんとフェアに区別した上で、その無条件に良いことっていうのを前提にしないできちんとね、だって書道にせよ書道パフォーマンスにせよ何が良いのかっていうのを観客が無条件に共有してないわけですから、ちゃんとそれをもう一回問い直してそれを観客に提示するというね、そのさっき言った野球とか説明はいりませんよっていう定番的な題材でない分、この過程は絶対に必要だということだと思います。そこを飛ばしているので書道ガールズは残念なことになっちゃってるなというふうに思いました。じゃあ剣道の方はどうかということで、武士道16に続いていったんですけどね、こちらもね結構入ってました、公開からしばらく経ってた割には。まず原作小説が非常に人気ということですね。原作小説も読ませていただきました。原作のその小説はその鳴海莉子さんが演じている役柄のサイド、つまりその、非常に剣道に打ち込んでて、まあある意味こう武蔵かぶれといいますか、五輪の書なんかを読んでる、そのそっち側サイドと、その北野キーが演じる、まあのほほんとしているように見えるけど実はっていう側のサイドと、要するに両側の視点から交互に描かれると。でそれがその一種、実はこうでした的な興味の持続法になっていると、この、小説においてはですね。でまあその映画においてはキャラクターとか場面とかも大幅にまあなんていうか変えてあって、ある種2人のその関係性みたいなところに、でそこから2人が迷いつつもアイデンティティを確立していくという、まあ言ってみれば青春映画の本質のところにまあ絞ろうとしていると思います。この古間谷監督ね、
僕あの全部見てるわけじゃない、あのホームレス中学生とかちょっと見てないんですけど、ロボコンとさよなら緑ちゃんだけ見たってるんですけど、僕どっちも面白かったです、すごく。ロボコンは長澤まさみの、さよなら緑ちゃんは星野真里の、どちらもベストなものを引き出せてるぐらいに思ってます。言ってみれば役者のそのマジックを引き出すのがうまかったりするんですかね。あのさよならみどりちゃんのね、星野真里がなんかがっかりおっぱいだなんて言われてますけど、うん、ちゃんとこれ流れで見ればがっかりじゃないです、全然がっかりじゃないおっぱい、はい、もう嬉しいですね、嬉しいおっぱい、嬉しくはないんですけどはい、なのでストーリーテリングって言われてもやっぱりそのなんかその役者が生み出すマジックっていうかね、逆にちょっと意地悪な言い方すればマジックマチっていうかっていうところはちょっとあるのかなと思いましたけど、じゃあその意味でここでのナルミリコはどうかっていうとですね、キャラクター自体がですね、もう元々その武士道16という原作に描いているキャラクター自体が非常に誇張された、言ってみればこんなやついるかい的キャラクターでもあるわけですよ。なんだけどナルミリコという存在、その特異性がこれによって非常に説得力があるし、逆にナルミリコの特異性がよく際立っているというのは確かだと思います。何が素晴らしいって、あのナルミリコがですね、まあ予告でも出てきますけど、目を見開いてキャーってこれね、キャーっていうあの表情ね、つまり本人は至って文字通り真剣なわけですよ、なだけにその突拍子のなさが最高におかしい、ある種のちょっとクレイジー感と言いますか、うん、はい、あの表情を引き出せただけで僕は まず1点合格だなっていうぐらいに思います。さっきのね、あのお父さんに怒られて舌を出す書道ガールズのナルミリコの表情って代表的ですけど、この表情一発でナルミリコ起用という点に関してはもう合格っていうぐらいに思いますけどね。ね、あとその例えば弁当食いながら片手で鉄割れとか、これはまあ原作にも出てくる描写だけど、その鉄割れね、あとこれ原作に ない描写かな、あの要は北の木に誘われて買い物、ガーリーな買い物をして慣れないこうサンダルを履いて、でも慣れないもんだからドス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 歩いていくと、でしまいには裸足になっちゃうっていう、あのドスドス歩く感じとかですね、要はさすがナルミリコという存在のどこが美味しいかよく分かってんなっていう、この監督見せ方さすがですと、そこは思いました。でね、さっきも言ったけど、これだけ極端な嘘くさいと言ってもいいようなキャラクターなのに、ナルミリコの肉体とか存在を通すと、それはそういうものとしてちゃんと実在感あるものとしてちゃんと見える、逆に言うとナルミリコ自身がそういう人なんだろうなとすら思えてくる、同一化されちゃってる、でここはやっぱりマジックが起きてる部分だと思いますね。はい、うん、ここは本当にいいところです。ただこのナルミリコを演じるキャラクター、およびナルミリコがそれを演じきれてるという、言ってみれば一種出落ち的な面白さ以上には、僕はちょっとこれ転がっていってないんじゃないか、つまりマジックここ止まりっていう感じがちょっとしました。そもそもこの古間谷監督の資質というか、おそらく興味がってことなんかも、興味がそっちには向いてないんじゃないかってことなんですけどね。要はあの剣道っていうものをきっちり描いたりは全くしないっていうか、そっちに多分向かない、興味がないんじゃないかとすら思えるんだけど、でね、例えばですね、そのなぜそのナルミリコに対して北野キーの役柄がなぜ強いのかっていうね、これ本当はロジックがあるんですよ、原作だと。なんでこの人が強いのか、これね、非常に一番近いところで言うと、スターウォーズエピソード3のノベライズ版ではオビワンがなぜ強いかの理由がちゃんと語られますっていうの、これ映画では語られないんですよ、うん、オビワンはヨーダに言われるんです、お前が一番強いんだ実はってね、これ理由がちゃんと語られる、これノベライズ素晴らしいですよ、エピソード3のそれにもちょっと通じるロジックは実は原作ではあるんですが、映画内ではよくわからないどころか、さっきもね指摘されてましたね、なんとなくただのチャランポラなやつみたいなことになっちゃってて、イコールキャラとして弱くなっちゃってる、イコールナルミキャラとの関係性の面白さになかなかなっていかないということなんですね。なのでつまりストーリー的に面白くなっていかない、でそれが一番あらわになってしまうのが、僕はやはりこの作品でもクライマックスだと思います。クライマックス、2人がですね、その非常にいいロケーションですよ、あの街が見通せるその丘の上、これ非常にロケーションとしてはいいです。なので映画の絵的には一瞬いいものかなって一瞬思っちゃうんですけど、まあ、ここで決闘をするわけですけどね、これ防具もつけずにまず決闘をすると、竹刀を使って、まあ確かに剣道ってこの防具をつけてしまうと顔がわからないので、その特にこう女優さんというか、その顔を見せるものとしての見せ方が難しいっていうのもわかる、逆に言えば防具をつけたところはスタントとかをつけやすいからいいんじゃないかとも思うんだけど、ここでは防具をつけないで戦う、これ原作にないですから。で案の定ですね、防具もつけないで戦うってことは思いっきり叩く戦いならいいですけど、案の定この映画の中では最後どうなるかというと、お互い明らかに当たらないようにメーンメーンっていう、お互いすごく単調な動きをしながら、カメラがクレーンで上がってってっていうね、これはっきり言ってぬるぬるのふざけ合いにしか見えませんからということでしょ。つまり結局このナルミリコのがせっかく実在感を持たせたあのキャラ設定さえグダグダにしてしまってるわけですよ、逆算的にね。これ非常に皮肉な話ですけど、さっきあれはどうかなって言った書道パフォーマンスは、逆に
素人っぽくぬるくても許されるっていう逆説的になプラスポイントがあるんですけど、剣道はそうはいかないでしょうと。あとですね、そのこの作品限らず、その主人公が落ち込んでたりするような、なんかこの感傷的な静かな場面に静かなピアノをポローンみたいな、あの音楽の使い方ばっかりじゃない、みんな、あれそろそろやめません。あのこの映画はね、後半ずっと主人公が落ち込んだままなんですね、なのでずっと音楽もその調子が続くんですね。あの眠くなるんで本当にやめてもらいたい。あの話としても退屈だし、その北野キーとも対比もうまくいってないがゆえに、あとですね、まあこれはもう今まで言ってきたことに比べれば本質的じゃないのかもしれませんが、北野キーさんのお父さん役が板尾さんなわけですよ、で板尾さんが出てきて発明品を出すと。でその発明品ね、まあその映画的に普通に見てると普通にすげえじゃんってことなんですすげえじゃんこの発明品っていうね、まあスターウォーズのパロディみたいなのが出るんだけど、そうすると北野キーがなんか古いねみたいなこと言って驚かない。これまず単純にあの嘘臭くなっちゃう。これ見ればこの映画現実の話って感じちゃうから、これ見ればぶっ飛ぶに決まってんじゃん、古臭いとか言って。でスターウォーズのパロディやってなんか古いっていうのも何なんだそれはっていうね、また別の意味でムッとしたりしてね、もありますしね。あとはそのお父さんに関する説明台詞ね、その家族がお父さんもなんとかでなんとかしちゃってなんとかで離婚だしさってさ、それを家族の間で言うかそういう説明台詞のあんま上手くなさとか、なんか他のなんかキャラクターが非常に弱いとかね、だったらもう本当にもうその辺も全部ざっくり切っちゃえばいいんじゃねえとかね、もろもろなんかその粗雑というかですね、もっと言えばやっぱりそもそも作り手があんまりここには興味ねえんだろうなみたいなところがいっぱいあるんですね、ということでいいとこはあるんだけど、多分このなんかその剣道なりなんだりそういうのが、古前監督のその資質と合ってないんじゃないのかという感じがいたしました。ということでこの2本ね、非常にですね、良いところっていうのはそれぞれ違うですよ。あの鳴海莉子が立ってるのは僕武士道16の方だと思います。なんだけど、まあ全体的にまあどっち平均としてっていうとちょうどどうなのかな、わかんないけどね。だけどね、がっかりポイントはやっぱ似てるわけですね。その題材に対して一種逃げちゃってるというか、正面からちゃんとその、本質を描いていかないというところでがっかりポイントは非常に似ちゃってるということで、これある意味2本立てしたならではの醍醐味というか、ああやっぱここはっていうね。ただまあその2本立てをすることによってですね、疲れてきちゃいますし、混ざっても来ちゃうとかね。なので、今日ね、メールが評価が非常に分かれたのも、おそらくその見た順番とかね、あと、そのなんか、順番に見ててなんかコンディション的に疲れちゃったみたいな、そういうのも大きく影響するんじゃないかと思います。ということで、勝手に2本立てというこの企画ね、いいとこもあるし、悪いところもありますね。はい、ということで、勝手に2本立ておすすめです。